が発令されました。特殊強化兵部隊は速やかにブリーフィングルームへ集合してください。ウィッグフッドがエネルギーを吸収しているのは自身の損傷を回復するためだと見られるわ。ローレライと同じようにあなたたちから逃亡した後も吸収を継続しているから、まだ回復しきっていないみたい。完全に回復したら一体どうなるんでしょうね。完全回復される前にウィッグフッド本体に追いつき今度こそ殲滅する。二度目の失敗は許されない。名誉挽回と一同進め。目標が完全回復する前に殲滅する。Yeah!
けたぞ、ビッグフットだ。一足遅かったか。姿が変わろうと関係ない。奴を逃すな、殲滅しろ。カウント級イーバ、ギガンテスの沈黙を確認。特殊強化兵部隊は作戦を継続。アラスカに向かい北上せよ。